はい、新しくルーター買いました。なんでかっていうと、ブレーカー落ちて、ネットに繋がらなくなって、ルーター壊れたかなと思って注文したんですが、えー、最近ね、あのー、キャンペーン利用して、楽天光に入ったんですよね。それまではソフトバンク BB 光だったんですが、楽天光に入って1年間無料になりました。で、 あの、楽天光のアカウントとパスワードが必要なはずなんですけど、切り替わってもね、そのままなんか入れたんですよね。ネットに繋がってたんですよ。で、ブレーカー落ちて一回全部リセットされたら入れなくなって、で、なんで、まあ、気づいたかっていうと、まあ、ちょっと時間はかかったんですけど、いろいろ調べまくったら、Google は見られる。それから、えー、なんだ Google は見られて、YouTube は見られると。で、そしたらね、何でしたっけあの、速い速度のやつは見られるけど、大体のネットのね、その、まあ、あの、サイトは、遅いやつでいいと。ちょっと調べてみますね。正確になんか言った方がいいね。一回、ムービー止めます。はい、ちょっと今ね、他の端末で調べて、 えっと、IPv6 のインターネットアクセスが可能だけど、IPv4 は接続できてない状態だったんですね。で、IPv6 っていうのは、その設定なしで、えつ、ー、ながるんですが、まあ、他のね、無線ランルーターとつながるんですけど、IPv4 はプロバイダーのね、接続、接続情報を えー、登録してないと、つながらないと。で、楽天光に切り替えて、あのー、ブレーカーが落ちたんで、また設定し直さなきゃいけなかったっていうオチですね。はい。まあそういうことで、解決しました。これちょっとね、無駄になったけど。まあいいや。新しいの使うか。これね、届くまでちょっと家に、 いたんですけど、まあ,あの届いたからようやくね。外を走りに行きたいと思います。今日は仙台の七夕七夕まつり前夜祭の花火が上がります。まあ、あそれはあんまり関係ないけどね。私行かないんで。はい、じゃあ留守番あ。まあこれ設定してから外走り行きたいと思います。